朝日新聞の木田光です。えー、本日は素敵なゲストをお迎えしています。でテーマがですね、えー、省エネというと、ちょっと我慢するようなイメージ私持ってたんですけども、えー、我慢しない省エネというのがテーマになってます。えー、ノンフィクションライターの高橋正樹さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。えっと、高橋さんのことを簡単にご紹介しますと、えっ、ー、と、著書に日本の SDGs、それって本当にサステナブルという本があったり、 ブログではエコハウスでの暮らしを発信されています。また現在朝日新聞のサイト 2030SDGs で買えるで連載をされています。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう一人がマーケティング戦略本部の藤田潤さんです。よろしくお願いします。はい、藤田です。よろしくお願いしますえ。断熱のことも今日はお話になっていくと思いますけどもえ、早速高橋さんから今の日本の現状を教えていただけますか。はい。 今皆さんの電気代とかガス代が高騰して支払いが、はい、わこんなにっていうね驚きがあると思いますそれからまあちょっと今日はた暖かいんですけども今月先月とねすごい寒い日が続いたので、はいえー、寒いんだけど暖房つけようかどうしようかみたいなね葛藤をしてたりすると思うんですよ、はい、でそういう時にこう日本の家ってどうしても断熱性能が低いので、うん、暖房を たくさん光熱費を使って温めるか、えー、じゃあ省エネしようって言うととにかく我慢するかっていう,うどっちかの選択になってしまうっていう問題があるんですね。それを断熱をちゃんと意識することで、えー、ある程度両立できるようになるよっていうことがポイントになってきます。 そそもそもその日本のの家っていいうのは寒いんですねなんかそれをこう実感できてないというか当たり前だったので生活してると気づきづらいんですけどそうですよね冬は寒いのが当たり前で、はい、なんかこたつでみかん食べてぬくもってみたいなイメージですよね、はい、でも実は世界の先進国他の先進国ではそれは全然常識ではなくて、うん、家の中ではもう全館暖房というどこの部屋に行っても大体20度以上あるっていうのが寒い国でも 当たり前なんですすねね度以上って結構暖かいですよ、ねはい、でそれを日本の,あの今の,あの断熱が少ないレベルの家で全環暖房をやるとするとものすごい光熱費がかかっちゃって、うん、月何万円って払えないですよね。でほかの、えーまあ、どう例えばドイツとか北欧とかって国々ではちゃんと断熱がされてるので、まあ、エネルギーを使ってもそれほど光熱費上がらないで維持できるっていうことになって。うん ってるんですね、それぐらい差があるんだよっていうことになると思います。うんうん、であの世界保健機構とか世界保健機関ですね WHO とかはえ冬の最低室温として18度を推奨されてるそうですね、はい、これはもう最低の気温で室温で、うんえー、まあ高齢者とかはもっと20度以上とかっていう基準があるんですけども、うんえー、若い人でも全室18度以上に室温をしないとですね 健康に影響があるえですよってていうことを強く勧告してるんです、ね、ですすねからまあ健康問題を考えると寒いのに我慢して暖房、えー、省エネしてますっていうのは、うん、日本だけでしか通用しない概念で、うん、え健康を犠牲にしてエネルギーを使わないっていうのは省エネとか節電とはこれからは言わない時代になってくるということだと思います。んかなこの 室温とか普段気にされてましたそうですね。まあうちはあの借家の一軒家なんですけど、はい、まあ結構古いんで、寒い、寒い時は寒いんですけど、うん、意外にまあ一回っていうか、まああの、下に降りてみんながいると、僕なんか一人暑くて、<laughs> あの、半袖とかいるんだけど、<laughs> うん、20度とかなったら汗かいて、 なんかすごい暑そうと思ったりはするんですけど、<laughs> どうなんですかね。<laughs> 度暑いですかいやー、はい、結構今でもあ、なんかみんな寒いっていう、なんか暑いとか言ってるんで、なんか、一人合わないなって思って、<laughs> <laughs> 意外とね、あのー、そう、寒さを感じづらい人っていうのがいる,、はい、いるんですよ。それから、うん、あと、高齢の方も、えー、もうなんか,か、体のセンサーっていうのはちょっと、うん、まあ、衰えてくるって言ったらあれですけども、うんうん ちょっと感度が鈍ってくるので実際寒くてもそんな寒くないよっつってこうお風呂に入って冬倒れるとかっていうだから本人の感覚が全てではなくてなやはり体の中の血管とか細胞がこうダメージを受けてるってことは実際あるんですねで血管の収縮,収縮と膨張を繰り返して血圧がこうへ、まあ、激しく変動してヒートショックになってしまうとかっていうことも言われてるので。 あの寒くないよ18度以下でも全然大丈夫だよと本人思ってる人は実は結構いるんですけど、うんえー、体はそうではないっていうこともるそでまあでも熱中症とかもそうだったりしますもんね、はい、全然暑くないみたいな感じで,、うん、そうですね。 うん、特にご年配の方はそのエアコンは贅沢だっていう感覚があるので暑くても使わない習慣がついてしまってるんですけど今はもう気候変動の影響もあって夏は40度になったりしますよねそういう時に室内でエアコン使わないともう,もう倒れてしまうっていうことも非常に危険な状況っていうのも増えています。本人たちは大丈夫だと思っていていも 意外と気温の影響っていろいろ体にストレスになってたりするんだよ、うんんね、ということをやっぱり知ることも大事かなと、ね。昔のね、日本の家屋っていうかまあ、僕なんか父が京都だ、はい、昔の家だったんで、トイレがまあ外にあるっていうか渡り廊下 <laughs> 途中にフロートトイレがあって、めちゃくちゃ寒かったんですよ、冬とか。あんなの本当よくないですよね。じゃあ、一回外に出て、トイレやフローに行く。途中に中庭みたいのがあって、そこがこう、つながって向こうの部屋があるみたいな、一旦外なんそこは。そういう作りだったじゃないですか、京都の昔は。昔はね、まあ、くみ取り式だったりとかってするんで、匂いが入ってこないうってことで、家から話したという。 部今はまあでもそういうお家じゃなくても、うん、風呂場だけは寒いとかうちの実家そうなんですよね,なん,すよねなんかこう部分的にすごい寒い場所がお家の中でもあったりしますよね、はい、特にやっぱり脱衣所風呂場トイレ、はいえー、ズボン脱いだり裸になる場所が日本の家で一番寒いってなんかこうよく考えたら理不尽ですよね <laughs> それは病気になったり倒れたりするわっていう仕組みになってるのですごく危ないんですよね。<laughs> <laughs> で暖かい部屋から20度ある部屋から急にこう10度ぐらい下がって脱衣所に行って、うん、また寒いから余計熱いお湯を入れて40何度のお風呂に入ってて、はいまあ、血圧の変動が激しくなって意識を失ってしまうっていう,こう原因にもなってるので、うんまあ、医師の方は最近ではそのヒートショックに気をつけましょうということで脱衣所を風呂場にヒーターをつけて温めましょうとかっていうのを警告してるんですけど。はい ただ断熱がされてない状態でそれをやってしまうと単にエネルギーが増えるだけになってしまいます、うん、で断熱されてないのにどんどんその暖房冷房を使うと家の外に逃げていってしまう確率がものすごく高いんですねもったいない、うん、単に経済的にももったいない でですし、うんで、国レベルで考えてもそういうエネルギーって大半は化石燃料海外から高いお金払って買ってきてる、うん、わけじゃないですかそれを国レベルでそういうことをしてるとわざわざ買ってきたエネルギーを捨ててるっていうことになってしまいますよね最後まで聞いていただきましてありがとうございましたよろしければですねチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします朝日新聞の神田大樹でした